そういうわけで転校生の坊や春道だ。みんな仲良くしてやってくれ。はい。名前が坊やで頭は金髪かよ。バカじゃねえ。何？今言ったの誰だこりゃ。俺だよ。なんか文句でもあんのか。いや何文句なんてあるよ。おおお、こら何をやっとるかお前たちは。すいません、靴が勝手に。あの金髪野郎。はあ、遊んでる時の50分と授業の50分が同じ50分だとはどうしても思えん。君もそう思わんかね。ん？あいつ間違えねえ今朝のやつらだ。あいつらもいよいよだな。2年1組の杉原誠、同じ1組の本庄俊明、3組の霧島博美、坂東さんがこの3人をやるのは間違いねえ。そうなりゃろうせず2年は俺らのものってわけだ。そして坂東さんら3年が卒業するまで我慢すりゃ、このスズランで俺らに逆らうやつは一人もいなくなる。なんだどうした。トン吉とその仲間たちに言って。てめえは今朝のわけわかんねえ金髪野郎。なんでてめえがここに。もしかして3組に来た転校生って。そう、俺がその転校生さ。今朝は随分。おいごめん。なめんじゃねえぞ。あおら、分かったか。ガキ、ここはてめえみてえなにやけた野郎が来るところじゃねえんだよ。てめえらも3年のバカどもにペコペコしていい気になってやがると、こいつみたいに。いきなりなんてことすんだよてめえはな。大体俺はこいつらに用があって来たんだぞ。それをなんだよ、後から来て邪魔しやがって、このハリネズミが。ったく、こっちで反省してる。あ、大分が立ちさ、このクソガキ。バカ誰が。さてと。やろう。今朝俺を小突いた分と安井の分まとめて返してやんぜ。この上等じゃねえか。五人相手に何ができるんだボケ。